ショートコント「現実社会の正直不動産賃貸編」。まあ令和の時代不動産屋始めたけどなかなか大変だな。仕事ばっかり増えてるけどな、経費も増えてるけどなかなか金にならないな。生まれきっての馬鹿正直の部分がな、これ影響してるのかな。でも今日そう言いながらも頑張ろうね、頑張っていこうかなって。あ、珍しいお客さん入ってきた。あ、いいですよ、どうぞ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 。あら、本当ですか。もう今インターネットの問い合わせが多いからね、なかなか来店してくるお客さんなんてめったないんですけどね。ごめんなさいね、ごめんなさいね。僕ね、性格的、別になんかの呪われた石蹴ったわけじゃないんだけど、もともとのね性分がね正直なんでね、すぐ本当のこと言っちゃうんでね、まあ、だから全然お金儲けできないんですけど不動産で、いやいやそんなこと言っちゃいけないけど、まあ関係ないです、どうぞ座ってください。今日はどっち、売買と賃貸。賃貸の方ね。なるほど。お父さん、またお嬢さん、お嬢様ね。どうですかね。じゃあちょっとお客様カードというのがあるんでね、お客様カードにね、いろいろ条件とか名前とか書いていただければと思いますからね。今日は、小田原市外から、なるほどね。ほら、お名前、丹波哲郎さんって言うんですか。俳優と老の字が違う。丹波哲郎さん懐かしいですね、僕ら世代からするとね。丹波さんの一番有名なドラマって、そう「G メン75」ね、本当にね、ハードボイルド「G メン75」なんてね、滑走路ビーなんて歩いちゃったりして、ごめんなさいね、ごめんなさい、どうしてもね僕ね正直なんでね、思ったことすぐ口ピュッとこうね出したくなっちゃうんですよね。なるほど。じゃあ物件ね、そういう形。あと条件がある。何AD がついている物件ありますか。業界の人、そういうこと聞くってことは業界じゃない人なの。AD ってね業界用語なんですよね、本当に。コンサバみたいなもん。そうですね、薬局行ってですね、いきなりですね、グリチルリチン酸リカリウム入ってるクリームありますかと同じですからね。まあそんなこと言われるとね、基本的にこちら側、受け手側自体は結構ねドキドキしちゃうんですよね。そうそうそう、お宅は12番番号歴史がありますよね。いやだからそういうこと言っちゃったら業者の人ですよね。神奈川県知事免許12番9551のがうちの第一ハウジングの番号、12番っていう番号だからね、もう半世紀以上商売やってるってことは当然わかるとは思うんだけど、それ見て「そうです」ってすぐ答えられるっていうことは業界の人、業界の違うの。違うんだ。もう業界の人でないのに、それでその希望の間取り、お家賃今書いてもらったけど、お家賃とか書いてもらったけど、それと並行して同じぐらいの条件で AD がついてる物件探してるの？そもそもね AD ってどういう意味だかわかる？水森アドとかで AD とかじゃないからね、言ってもね。 AD ってアドバンス、広告宣伝費って意味合いなのね。要するに賃貸の物件載せる場合、広告やりますよ、ポータルサイトとかって2も、あとアットホーム、ホームズみたいなところに載せるでしょ。お金を我々が募集するために代理でお金を払うから、その部分のお金制約したらちょうだいよオーナーさんっていうお金なのね、基本的に AD ってお金はね。これは表向き。正直なとこ言うと当然なかなか決まらないから、お部屋ってね、こんだけ家が余ってるでしょ、賃貸って物件がね。そうすると我々の報酬っていうのは3万円のお部屋の部分をご紹介したら、基本ね3万円しかギャラがないのね、お手打ちないわけですよね。そうすると当然シングルのお部屋3万円のお部屋決めるより10万15万のお部屋決めた方が、同じ動くにしても結構金の儲けが違うじゃない。はっきり言って3万円の賃貸の物件と10万円の賃貸の物件も仕事は基本同じだから、そうするとだんだんこの3万円の物件で決まらなくなるよね。だからそのために AD っていう形の部分の表向きは基本的には広告を出しますよっていう話。でも広告がどういうの出しましたかなんて報告義務がないからね、実際。だから結局そういう部分ね、ふわーっとした感じですね。紳士服の青木とオリンピックみたいな感じのお金がねあるわけね。そういうお金の部分っていうのがやっぱり3万円とか5万円や1ヶ月分2ヶ月分って払うのが AD なのね。分かった、そこ。それ分かって言ってる AD ってどういう物件だかっていうこと。ということは簡単に言うとね、おまけをつけないとギャラを手数料倍に決まらないと決まらないようなお部屋ね。だからなかなかやっぱり人気がないとこだったり人気がない物件が AD ってつくのさ、基本的にね。だってそこ見てみて、そうしたとこ書いてみてね、その AD が欲しいって言ってる、それ以外に、間取りが 1LDK 以上、小田原駅から徒歩5分、女性の方がお住まいになるからエレベーター付き、モニター付き、インターホン、防犯カメラ付き、お城が見えて海が見えて富士山が見えて、そして両隣近所自体が超イケメンで すごい金に対してルーズな人って、そんなね物件がもうハードルがね富士山以上に高くなってるから、それに加えてそんなとこで AD くれるとこなんて、そんなのねこちらがもう高い家賃払ってる入れますよ、そんなね隣にイケメンが2人住んでたら、そんなのなかなかないからね。でそういう状況の部分で AD 付きの物件ありますかってね、基本 AD っていうのはね値切り品なの。値切り品、スーパーとか歩いてるとさ、野菜が賞味期限切れでございますので、こちらの商品はお安くお売りいたしますって書いたら箱があるでしょ。あれが AD なの、AD 商品。それで納得する人はもちろんいいとは思うよ、はっきり言えば。いや、自社物だから。いや、自社物でも AD ついてる物件もあるし、AD ついてない物件もあるわけ。だってむしろ、今言った条件みたいな物件、僕が仮にね、隣イケメンだなんていう物件扱ったらさ、そんなの AD なんかつけないよね、基本的にね。自分たちでしっかりお金儲けしたいからってことになるわけだから、そんなこと当然しないよね。なかなか決まりづらい物件だから、余計にお金を払って決めるというのが AD のシステムなのね。だからそういう部分に関してはやっぱり AD 物件だけの物件っていうのはなかなかね、それどうぞとは我々の立場としては言えないよね。あ、AD 分かった。あ、分かった。よかった。分かった。ね。まず水森アート的にここに置いといてもらってね。うん、分かった。あ、そうね。じゃあここで今、じゃあ物件こう見てください。そんなハイブローな目標ないよ。とりあえず、じゃあ小田原駅と保険内の物件少し何件か見せるけどね。この中にバーッと見てください。うん、あ、これ良さそうだ。あ、よかったよかった。なんだよ。いろんなことは言いながらもちゃんと決めるじゃないもんね。うん。ね、これ敷金1だよ、うん、礼金1だよ、うん、そう別に、うん、この礼金まからないかっていうの、礼金があら礼金ってね、確かにね広辞苑っていう辞書調べるとね、礼金とは賄賂であるって書いてあるぐらいね、まあそのぐらいグレーなお金なんだけど、基本的に礼金っていうのはね。でもさっきも言ったように我々不動産業者って基本的にはその物件の1ヶ月分の賃料プラス消費税ぐらいしかお金がね、収入を得られないの。ポイントはその1ヶ月分プラス消費税のお金をね、部屋に住んでくれる人からもらうか、部屋を貸している人からもらうかっていう考え方なわけね、基本的に。そうすると大抵の場合、全部とは言わないけど、特にこの物件なんかはこの礼金の1ヶ月分ってね、我々の給料なの。だって、じゃあ、これと別個に、仲介手数料、事務手数料くださいって言ったらくれないでしょ。なんでそんな無駄な金払わなきゃいけないのって。いや、あなたたちにとっては無駄な金かもしれないけど、我々って基本的にそれで食ってるわけだから、簡単に言うとね。じゃあ、我々は無料奉仕。ね、それだったらあなたたち自体に関して全部、ユニセフの頃でやれって話なの。で、もしそんなに礼金初期費用っていうこだわるんだったら、UR 行きなさいよ。ね、UR だったらね、仲介手数料、資金礼金なしなんだから、別に UR からも金1円もらってるわけではないけど、だってそれだって我々が UR の物件決めたら UR 側からお金もらえるってシステムがあるんだよ。お金って回らないと基本で、だってそうじゃなかったら僕たちだって UR の物件決めないじゃん、はっきり言って。ただでね、 UR の物件ですけどただで決めてください、はっはーなんて決める、あなたは決められないでしょ。だから当然それはビジネスだから、我々はビジネスね。だからビジネスの中で仕事してるわけだから、その分で税金がこれ省けますかって言ったら省けないですよ。省けるぐらいだったら花からゼロって書いてあるって、そりゃそうですよ。だって初期費用が安くなればみんな見てくれるってことだって、当然オーナーさんだって人間だものね。金子みすゞの世界ですからね。あ、違った、それは相田みつをの世界かなんていう話、それはこれ置いといて、結局その部分がゼロになっちゃったら我々の商売として成り立たないんだから、いやそれはそれでいいけど、君たちとしては安く入れるからって言うんだと、それじゃあ安く入れる税金ゼロの物件のところの不動産や物件を探していけばいいじゃん。それだけインターネットで調べる時代だったらね。だってまずそのこと言われたらものすごい気分悪いと思うよ、はっきり言えば。不動産屋はまあどっかの動画の中でも言ってたけど、もしねあなたがね、まあお嬢さんごめんね、横にいながらね男性の方に違うなる話の比喩りしちゃうけどね、キャバクラに行ってね、この店で一番サービスがいいくて一番おっぱいが大きい女の子を紹介してくれるんだったら、絶対そのお客さんなんか誰もお客作りたがらないよね。そんな結構ね、そういうこと言ってると同じだからね、結局ね。だからより良いサービス受けようと思ったら、ある程度はお金も必要だし、ある程度は妥協も必要だよってことだと思いません？いいのさっき今日なんか聞いたかね、さすが丹波哲郎。いや、そうだね。あ、本当変えられるんですか。あ、変えるならいいですけどね、うちのチャンネル登録といいねボタンだけ押してくださいね。お願いしますよ、それだけは責任ですからね。はあ、書いちゃったよ。正直に商売やるっていうのは金儲けできないですね。うん、おしまい。